したことなかったな。こんなの楽勝よ。はい、一丁上がり。おめでとうです。奥の扉が開いたよ。行ってみよう。これを操作すればクエストクリアってことになるのかな。そうだな。ボスを倒した時にクエストクリアにならなかったし、これがクリア条件で間違いないだろう。でも何のギミックだろうね、これ。わからないけど、今回のクエストはなんとか俺たちが先行で逃げ切れそうだな。そうだね。シャムロックと競り合ってるからちょっと焦っちゃうよね。やっぱり人数の差は大きいよね。最近はシャムロックだけじゃなくて、付き従う人、クラスタが協力してるし。ライブ中にセブンちゃんがファンの人たちに協力を呼びかけているんだってね。ああ、そうらしいな。最近シャムロックと競い合っているスプリガン・キリト一行だな。君たちには悪いが、このクエストの勝利者はセブンに譲ってもらう。お前たちはセブンのファンか。俺たちはセブンの信奉者。七色博士の理論を信じ、そしてセブンの歌声とメッセージを愛する者だ。セブンクラスタってやつか。こういうプレイもスタイルの一つだ。俺は別に否定はしないさ。でもスメラギはこういった横取りのようなやり方を嫌っていたはず。お前たちは誰の指示で動いているんだ。自らの意思に決まっているだろう。君たちもこちら側に来い。セブンのためにスバルトエリア攻略の成果を全て捧げるんだ。そうすれば争いも衝突もない世界で、皆がセブンの歌の通り平等に生きていけるだろう。キリト君、囲まれたわ。一人一人のプレイヤーの力はそれほどじゃなさそうだけど。人数、レイドの上限限界ギリギリまで集めてるってわけか。ここはお前たちに譲るしかないみたいだな。ハイエナプレイもここまで露骨だと潔いな。悪く思わないでくれ。スバルトエリアの真の勝者はセブンだと俺たちは示さなくてはならないんだ。なあ、もう一度確認させてくれ。これはスメラギの指示じゃないんだな。ああ、あいつは関係ない。俺たちはセブンの思いに応えるために独自にやっているだけ。彼女を花と目で、そして俺たちはフサ、つまりクラスタとして一つになるんだ。そうか、分かった。もういい。悪いな。よし、スイッチを操作したら次のダンジョンに行くぞ。キリト君、ちょっと悔しいかな。ああ、でもさっきも言ったけど、このプレイは決して間違いじゃないんだ。むしろ遊び方の一つだ。これを否定したら俺たちは VR 世界の自由度を否定することになる。いくら単体のプレイヤーとしてはある程度の力を持った私たちでも、数で挑まれたら太刀打ちはできないよ。クラスタが勝手に取った行動とはいえ、セブンがもたらす影響力の凄まじさはよくよく分かったぜ。本人に言った方がいいんだろうけど、最近会えてないよね。ならさ、
今度会いに行こうよ。セブンちゃんのコンサートなら誰でも行けるでしょ。そうか、確かにそうだな。コンサート中にどんな風にあいつがファンたちに呼びかけているのか確かに見てみたい。次のコンサートが決まったら行ってみるってことね。あ、そうしよう。それじゃ俺たちもスイッチを操作して次に進もうか。音はしたけど特に変わった様子がないね。重要そうな装置だけど何が起こったんだろう。ダンジョンのどこかが変化してるのかな。今日も頑張ろう。始めるぞ。始まったよ。いくよ。いつもより調子いいみたいね。楽勝よ。やっつけちゃったよ。やりましたね。お見事です。これを使うか。までの嫌な感じもなくなってるね。さっきのスイッチがこれと連動していたみたいね。あ、ねえねえみんな、セブンのライブがもうすぐ始まるみたいよ。おい、急だな。急がねえとセブンちゃんのコンサートが始まっちまうぜ。そうか、ひとまず街に戻らなきゃいけないな。おい、クライン。いや、キリト、どうしたんだよ。お前、普段通りを装ってるけど口元が緩んで気持ち悪いぞ。え、そんなことねえよ。俺は至っていつも通りだぞ。まあ、鼻の下伸ばしてだらしないわね。いや、悪いかよ。だって念願のコンサートなんだぞ。クライン、本当にセブンちゃんのクラスタになっちゃったんだね。おうよ、今では立派なセブンクラスタの一員よ。セブンちゃんのために全てを捧げる覚悟だぜ。いや、私哀れんでるつもりなんだけど。そろそろ始まるみたいだぞ。すごい盛り上がりだな。でもこうやって見てると普通のアイドルのライブとかと何も変わらないよね。ああ、まあぶっちゃけるとセブンの歌に他のプレイヤーの精神を操れるような特別なスキルが付加されてるんじゃないかってちょっと疑ってたんだ。パパ、さすがにそういうのはセキュリティ的にも問題です。だよな。みんな純粋にセブンに心酔していてこの場を楽しんでるってことなんだろうな。うん、
あの世界。 SAO を生き抜いた私たちも納得できるところではあるよ。あの子が掲げる歌のテーマ。この世界はただの遊びやデータじゃない。ここではたくさんのプレイヤーたちがちゃんと生きていて、みんなで協力し合って何かを成し遂げようとしている。それは現実と何も差はないもの。種族同士の争いを推奨しないってのも、別に遊びを阻害しようっていうことじゃなくて、単にこの世界を一つのソーシャルと考えた場合に、民族間で紛争するなと言ってるだけだもんな。確かにあの子が提唱していることは一理あるんだよな。加えてこの可愛くて透き通るような歌声、みんなが惹かれないわけはないよね。うおー、セブンちゃん最高だみんな、今日は私のライブに来てくれてどうもありがとう。ハルション、うわー、ハルション。最近うちのギルドはね、スバルトエリアの裏世界の攻略をかなり頑張って進めてるの。完全攻略まであともう少しかなって。すごいよ、さすがセブンちゃん、サブロック。セブンちゃんがギルマスやってるだけあるね。でもね、ここから先はとっても難易度の高いクエストが多いみたいなの。そう、それこそ大勢で協力して挑まないとクリアできないくらいのクエストばかりで。頑張って、セブンちゃんファイト。だからもし可能な人がいたら、シャムロックのクエスト攻略に協力してほしいです。来たわ、これね。明日の夜9時にシャムロックは新たな高難度クエストの攻略に出発します。なのでもし参加できそうな人がいたら、私たちのレイドに参加してくださいね。俺絶対に参加する。私も、私も、俺も。おい、クライン、いいじゃねえか。俺もセブンちゃんと一緒にクエスト攻略したいんだよ。